とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はいい感じのデイリークエスト、2つ来てますね。これです。まず1つ目が、これ、ゲイル聖域。だね。アーティファクトが報酬になってます。デイリー3なんで、256が出る可能性がある。うん、まだ狙っていきたいところですね。そして、ここ、王の隠れ家。ここもデイリー3で、報酬がアーティファクトとなってます。王の隠れ家は、ふわふわの羽、そしてホルン。どっちともね、256を持ってないので、この2つ、狙っていきたいですね。とりあえず、今日は、王の隠れ家、そしてゲイル聖域、やっていきます。どっちが出るんでしょうか？行くぞ！それでは行きましょうか。挟まってた。あ、マルチショット持ってるとか、これは楽だぞ。めちゃくちゃ楽。マルチショットついてるならば全然問題なく、サクサク進んでいけますね。あ、敵がエコーか。攻撃を食らったら、まずそうだけどね。全然、余裕でいけます。ジオマンスターがちょっと鬱陶しいけど、まあ大丈夫でしょう。さあ、問題は、出てきてくれるかどうかだよね。どうやろうか。出るだろうかね。まあまあ、とりあえずね、このアーティファクトの256っていうのは、もう毎日毎日、調べて挑戦してるんで、大体はね、255ぐらいは集まってきたのよ。なので、あとは最強の256を、集めていくだけなんですけども、なかなかね、256出ないんだ。さあ、とりあえず、今日は2箇所ということで、お、変更ついてる。いきまーす。それでは見てみましょう。どうだ？ 255 か。まあ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 。まあいいかな。うん。羽254から255に変わりました。別に、スタンの継続時間とかは全く変わりはないですね。でもまあまあ、1パワーが上がるだけで、だいぶ嬉しいね。よし、次、行きまーす。それでは次は、ここだね。さあ、出てきてくれるんでしょうか。まあ、255の、カバンだったら OK としましょう。255だったら、うん、そこぐらいまではちょっと妥協しよう。今俺が持ってる最強が255なんで、まあ、そこまでは一応妥協していきます。よっしゃ、あ、やばい。 OK、 行くぞ。ああ、いまいち。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、ほんとに。じゃあ、オッケー、次は、パワーポーション出てるから、それで叩けば、まあ、1コロだね。間違いなく倒せる。よし。一回攻撃しとこうか。オッケー。あ、回復ついてねえや。回復ついてなかった。まあ仕方ない。オッケー。次はいける。はい、し。終わり。まだ？もう、あ、パワーポーション取るの忘れてた。最悪だ。パワーポーション忘れてた。オッケー。毒が痛くなったね、本当に。毒ダメージが痛い。これはパワーポーション取って、あれだったな。サブリューイングで撃ち抜いた方が早かったか。まあいいや、次で倒せるでしょう。いきます。終わり。よっしゃ。あぶね！毒が痛い。お前で終わりだ。まだか。はい。D。
では見てみましょうか。出てきてくれるかな。それでは頼むよ、カバン。うおー、あー、254かー。はい、戻ってきました。なんとも残念、カバン254。今255と254持ってたんで同じやつだね。まあまあ、どっちかアーティファクトのダメージが高い方を残します。いやー、惜しいな255が出てきて惜しかったんだけどな。まあまあ、またね、あそこが出てきたら回っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。